こんにちは、のりこです。今日は夜ヨガのレッスンをしたいと思います。ゆったりとした動きですが、しっかりと下半身をほぐしていきたいと思いますので、終わった頃には足の疲れが取れたり、足先、下半身がポカポカと温まったように感じられると思います。それでは早速始めていきましょう。それではおへそを中心にして、体の中心線にかかとが前後に並ぶように座ります。それではまず最初に太もも前面と足の付け根を伸ばしたいと思います。両手をお尻の後ろについて、指先は体の方に向けておきます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げていきます。お顔は正面でも天井でも、首がきつくなければ頭を後ろに倒しても構いません。しっかりとお尻を持ち上げて、体の表面を伸ばしていきましょう。太もも前面、足の付け根、お腹、胸が心地よく広がっていきます。ラスト、鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりとお尻を下ろします。お尻が安定したらゆっくりと骨盤を立てて座り直します。それでは両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。息を吸い切って、口から息をはーっと吐いて下ろします。息を吸いながら大きく両手を広げながら頭の上で合掌です。吐きながらそのまま胸の中心に下ろします。息を吐き切ったら、もう一度両手を大きく広げながら頭の上で合掌です。吐きながらまた両手を胸の中心に下ろします。もう一度両手を大きく広げながら天井に伸ばして、今度は左手で右の肘を上から押します。右の胸と脇を気持ちよく伸ばしていきましょう。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、今度は反対です。右手のひらで左の肘を上から押して、胸と脇を気持ちよく伸ばしていきます。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、吐きながら両手を下ろします。それでは息を吸いながら、もう一度両手を大きく広げて天井に伸ばします。では大きなボールを掴んでいるようなイメージで少し手を緩めます。では吐きながら、まずその手を後ろに、頭の後ろに肘を曲げて下ろします。では鼻から大きく息を吸って、吐きながらそのボールを前に向かって投げるように、腕を前に向かって伸ばしていきましょう。同時に背中を丸めて、おへそを覗き込みます。肩甲骨と肩甲骨を離すように背中を広く保って、腕は長く前に伸ばし続けます。深い呼吸を繰り返します。息を吸いながらゆっくりと骨盤を立てて、吐きながら両手を下ろします。お顔は正面です。それでは息を吸いながら右手だけ天井に伸ばして、吐きながらゆっくりと体を左に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。斜め上でも正面でも床でも構いません。右のお尻が床から離れないように、お尻を安定させたまま、腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。
で右手を天井に伸ばして吐きながら手のひらを後ろに向けます。そしてそのまま首を痛めないようにゆっくりと目線を床に下ろします。右の肩を気持ちよく伸ばしていきましょう。吸い気でお顔を天井に向けます。それでは鼻から息を吸って吐きながら今度はそのまま右手を背中の後ろに下ろして手の甲を背中に当てます。息を吸いながら少し手の甲で背中を押して上体を軽く右にねじって深い呼吸を繰り返します。胸と肩が気持ちよく外に向かって開いていきます。吸い気でゆっくりと上体を起こして吐いて右手を下ろします。では反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして吐きながらゆっくり体を右に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。左のお尻をしっかりと床に安定させたまま腰から体側を気持ちよく伸ばしていきましょう。それでは次の吸い気で左手を天井に伸ばして吐きながら手のひらを後ろに向けます。そしてお顔をゆっくりと床に向けていきましょう。左肩が気持ちよく伸びていきます。それでは次の吸い気でお顔を天井に向けます。次の吐く息で左手を背中の後ろに下ろします。手の甲を背中に当てましょう。息を吸いながら手の甲で軽く背中を押して胸と肩を開いていきます。そのまま深い呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくり上体を起こして吐いて左手を下ろします。それでは両手を体の前についてお尻を一度安定させます。息を吸って尾骨から背骨まっすぐ胸を開いて一度前を見ます。吐きながら手を前にゆっくり歩かせてそのまま額が床につきそうであれば床に下ろします。額を床につけなくてもお尻を下げて肩と指先を遠くに伸ばして腰とお尻の筋肉を心地よく縦にストレッチです。それでは次の吸い気で手を手前手前に引き寄せて頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。はい、起き上がってきたら四つん這いになります。肩の真下に手首が来るようにして足の幅は骨盤幅程度、両足の甲は床につけておきます。それでは手のひらとお膝、足の甲の位置は動かさずに上半身で空中に円を描くように大きく右から回していきます。お尻や背中は大きく動かしてほぐしていきましょう。ご自身のペースで構いませんのでゆったりと動きます。
反対に回します。それではあと1周回して動きを止めます。はい、それでは動きを止めて四つん這いになります。では続いて下半身をほぐしていきたいと思います。それではまず右足を真横に伸ばして、つま先は斜め外側に向けておきます。では内股をまず伸ばしていきます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと右側から後ろを振り返っていきましょう。右の内股が心地よく伸びていきます。息を吸いながらゆっくりとお顔を正面に戻します。では今度はふくらはぎを伸ばします。そのまま右足を後ろに伸ばして、つま先を立てます。吐きながらかかとを後ろに押し出して、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていきます。次の吸い息で少し緩めて、吐きながら今度は右足を左側に移動させます。そしてそのまま右足の小指側を床につけます。では鼻から息を吸って、吐きながら今度は左から後ろを覗き込んでいきましょう。右の腰やお尻のあたりが伸びていきます。息を吸いながらゆっくりとお顔を真ん中に。それでは右足を元の位置に戻して四つん這いです。では今度は反対で同じ動きをしていきます。左足を真横に伸ばして、つま先は斜め外側です。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと左側から後ろを覗き込みます。左足の内股を気持ちよく伸ばしていきましょう。それでは次の吸い息でゆっくりとお顔を正面に戻して、左足をそのまま後ろに伸ばしていきます。つま先は立てて、次の吐く息でかかとを後ろに引いて、ふくらはぎを気持ちよく伸ばしていきます。それでは息を吸いながら少し緩めて、吐きながら今度は左足を右側に移動させます。そのまま左足の小指側を床につけておきましょう。それでは鼻から息を吸って、吐きながら右から後ろを軽く覗き込みます。息を吸いながらゆっくりとお顔を正面、吐きながら
左足を元の位置に戻して四つん這いに戻ります。四つん這いに戻ったら肩をほぐしていきます。まず右手のひらを上に向けて左手首の下を通ります。右肩とこめかみを床につけてお尻の位置はそのまま高い位置をキープです。上半身の力を抜いて体重を右肩に全部預けていきましょう。では次の吸い気で左手を正面に前に伸ばします。次の吐く息で肩リラックスです。そのまま深い呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくりと左手を体に引き寄せて手のひらで床を押して四つん這いに戻ります。では続いて反対です。左手のひらを上に向けて右手首の下を通ります。左肩とこめかみを床につけてお尻の位置は四つん這いの時と同じ高さキープです。上半身の力を全部抜いて左肩に乗せていきましょう。では次の吸い気で右手を前にスルスルスルーと伸ばして吐きながら右肩を緩めます。そのまま深い呼吸を繰り返します。次の吸い気で右手をお顔に引き寄せます。手のひらで床を押してうつん這いに戻ります。うつん這いに戻ったら胸と肩のストレッチです。鼻から大きく息を吸って吐きながらお尻の位置は動かさずに手だけ前に前にゆっくりと歩かせます。そのままおでこを床につけるか、または胸と脇を床に近づけていきましょう。そしておでこ、顎を床につけます。おでこでも大丈夫です。ポーズが安定したら目を閉じてリラックスです。上半身の力を抜いて、胸と脇を気持ちよく伸ばしていきましょう。姿勢改善や肩こり解消に効果のあるポーズです。開いて息を吸いながら手を手前に引き寄せて、そのままお尻をかかとに下ろします。手は前に伸ばしたまま額をつけてチャイルドポーズでリラックスです。両手のひらの力をふわっと抜いて背中腰をしっかりと緩めましょう。両手のひらをつけます。息を吸いながら手のひらで床を押して頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。はい、それでは起き上がってきたら初めと同じ体の中心にかかとを揃える座り方で座ります。また座った状態で下半身をほぐしていきたいと思います。ではまず右足のだけお膝を立てます。それでは両手を右足のすねの前でクロスして足の外側から足の裏をつかみます。それでは息を吸って少し体重を後ろにかけながらかかとを持ち上げます。鼻から息を吸って吐きながら心地よいところまで右のお膝の裏を伸ばしていきましょう。
お膝曲がっていても大丈夫です。今日伸ばせる一番心地よいところまで伸ばして、目線は右足の親指の爪を見て、深い呼吸を繰り返します。それでは、ラスト鼻から息を吸って、吐きながら右の膝を緩めて、そのまま右足を左足の付け根の近くに持っていきます。そして少し下にある左足を体に引き寄せておきます。それでは、両手を体の前につきます。息を吸って背骨を上に引き上げて、吐きながらゆっくり上体を倒して、もし肘を床につけることができそうでしたら肘を下ろして、首の後ろを緩めてリラックスです。息を吸いながらゆっくりと手のひらで床を押して頭が最後になるように上体を起こします、はい、起き上がってきたら反対でも同じ動作を行います。右足を下ろして体の中心に、今度は左のお膝を立てます。左足のすねの前で両手をクロスして外側から足の裏をつかみます。では息を吸って体重を少し後ろにかけながら左足のかかとを持ち上げます。次の吐く息で心地よいところまで左足の膝の裏を伸ばしていきましょう。目線は左足の親指の爪を見ていきます。お膝を緩めても構いません。今日伸ばせる心地よいところでキープです。息を吸って吐きながら左の膝を緩めて、そのまま左足を右足の付け根の近くに乗せます。下にある右足を少し体に引き寄せておきましょう。では安定したら両手を体の前につけます。息を吸って背骨を引き上げて、吐きながらゆっくり上体を前に倒して、肘を下ろすことができたら肘を床につけて、首の後ろを緩めて頭を前に倒してリラックスです。それでは次の吸い息で手のひらで床を押してゆっくりと上体を起こします。手を手前に引き寄せて背骨まっすぐに戻していきます。それでは両足の裏を体の中心で合わせます。少しかかとを体に引き寄せておきましょう。それでは手のひらでつま先を包むように触れます。両膝をパタパタパタと揺らして内股、股関節周りを緩めていきましょう。それではゆっくりと動きを止めます。では前屈をしますので両足を前に伸ばします。お尻のお肉を外に出して骨盤を立てます。両足のつま先は天井に向けておきましょう。では肩の真下に楽に両手を下ろします。息を吸って背骨を引き上げて、吐きながら手を前にゆっくりゆっくりと歩かせます。ではさらに肩と腕の力を抜くために、今日は手のひらを上に向けておきましょう。手の甲を優しく床に下ろして腕と肩の力をすべて抜いていきます。
そのまま首の後ろを緩めて、心地よいところでキープです。では手のひらを床につけます。息を吸いながらゆっくりと頭が最後になるように上体を起こします。はい、起き上がってきたら仰向けになります。それでは仰向けになりましたら、お尻のストレッチをしたいと思いますので、両膝を軽く立てます。右足の外くるぶしを左の太ももの上のあたりに横向きに乗せます。それではこのままでも大丈夫ですが、痛くなければ左の足の裏を床から起こせます。右手をこの真ん中の隙間から、左手を外側から持ってきて、左太もも裏で両手を組みます。鼻から息を吸って、吐きながら心地よいところまで両足を引き寄せて、右のお尻を伸ばしていきます。そのままキープです。深い呼吸を繰り返します。それでは次の吸い気で手の力を緩めて、左の足の裏を床につけます。足を入れ替えて反対です。まず右足を下ろして、左足の外くるぶしを右の太ももの上のあたりに横向きに乗せます。このままキープでも大丈夫ですし、痛くなければ右の足の裏を床から浮かせます。左手を真ん中の隙間から、右手を外側から持ってきて、太もも裏で両手を組みます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりとまた両足を体に心地よいところまで引き寄せましょう。左の尻が気持ちよく伸びていきます。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、右の足の裏を床につけて、左足をゆっくり下ろします。では軽くお膝は立てたままにしておきます。続いてふくらはぎのマッサージをします。両足を軽く床から浮かせて、右足の甲を使って左のふくらはぎをポンポンポンと叩いてマッサージをします。ではゆっくり動きを止めて、今度は反対です。左の足の甲で右のふくらはぎを叩いていきましょう。ゆっくりと動きを止めて、両足の裏を床につけます。それでは足の幅を少しマットぐらいの幅に開きます。肩幅よりも少し広めです。ではつま先を斜め外側に向けておきます。では両手を肩の高さに長く伸ばして、手のひらを床につけます。
それでは鼻から息を吸って吐きながら両膝を左にパターンと倒します。右の太もも前面が気持ちよく伸びるぐらい倒しておきましょう。では次の吐く息で少し体を右にねじりながら、お顔は右手側です。両肩をリラックスさせて、ポーズが安定したら目を閉じて深い呼吸を繰り返します。息を吸いながら両膝、お顔を真ん中に戻して、吐きながら反対です。両膝を右にパターンと、左のお膝もしっかりと倒していきましょう。では次の吐く息でお顔を左手側に向けます。両肩をリラックスさせて、ポーズが安定したら目を閉じて深い呼吸を繰り返します。それでは次の吸い息で両膝、お顔を真ん中に戻します。それではそのまま両膝を体に引き寄せて、両手で大きく両膝を抱きかかえます。息を吐きながら太ももとお腹をぴったりくっつけて、ガス抜きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫したまま腹式呼吸をして、腸のマッサージをしていきましょう。お通じを良くする効果のあるポーズです。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、そのまま足の裏を床につけます。次の吐く息で両膝を外にパターンと倒して、内股を開いて足の裏と足の裏を合わせます。それでは息を吸いながら両手を天井に長く伸ばします。では次の吸い息で指先を天井に伸ばして、両肩を床から浮かせます。では次の吐く息でストーンと肩を床につけます。ではもう一度息を吸って、両肩を床から浮かせます。次の吐く息でストーンと肩を下げて床に下ろします。ではもう一度息を吸いながら肩を床から浮かせて、指先を天井に近づけます。次の吐く息で両肩をストーンと下ろします。それでは息を吸って、もう一度両肩を持ち上げて、今度は吐きながら両手を頭の上に万歳、長く伸ばして、吐きながらリラックスです。それでは両手を組んで頭の後ろに持っていきます。肩を緩めて、首の後ろを緩めて、目を閉じて、しばらくそのまま深い呼吸を繰り返します。ゆっくりと両手を頭の後ろから離して、体の横に下ろします。少し手と体の距離、スペースを空けて伸ばして下ろします。手のひらは上に向けておきましょう。息を吸いながら両膝を閉じて、吐きながら足を伸ばして下ろします。
足の幅は好きなだけ開いて、つま先は自然な状態で外側に向けておきます。それでは呼吸からも意識を離して、いつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていれば、すべて解放します。それではお休みに入ります。それでは本日のレッスンは以上です。寒くなってきましたので、体調に気をつけてお過ごしください。それでは本日もありがとうございました。